ナプキンは月経や産後などの下血を吸収する生理処理用品である。日本ではテーブルナプキンと名称が重複するが、共にナプキンと称する。欧米ではナプキンはテーブルナプキンを表し、軽血処理用ナプキンは英語でサニタリータオルやタオルと称する。米語はピリオドパッドと称する。 化学製品の紙ナプキンバネ付きと羽根なし日本は1960年代まで、脱脂シ紙面にちり紙を巻いたり、使い古しの布を塗ったものなどを使っていた。市販の使い捨てナプキンは、1961年11月、アンネ社がアンネナプキンを日本で初めて発売した。キャッチコピーは40年間お待たせしました。で、アメリカのキンバリー・クラークが、紙ナプキン。 コーテックス発売から40年経過していた。日本住宅公団が団地を急増し、水洗トイレの詰まりを防ぐために、紙製の整理用品が主流となる。改良を重ねた日本の使い捨てナプキンは、世界でも稀な高品質と多種類で、薄型で、高い吸収力に優れている。現在は、欧米やアジア圏など、世界の都市のほとんどで、 使い捨て紙ナプキンが主流である。一般に楕円形または長方形で角が個になっている。厚さは数ミリ程度までであるが、全部まで吸収体をストレッチしたことで厚みが約1センチメートル以上になるものも夜の寝返りによる軽血の漏れの心配のある方や軽血の特に多い方向けに市販されている。 中央は吸収させる部分で、サイドや裏面は下着への固定する役割がある。布ナプキンに対し、市販の使い捨てナプキンは、紙ナプキンと称され、医薬部外品の指定を受けている。整理処理用品製造販売承認基準が2015年に改正された。日本で最初の製品は、 アンネ株式会社が1961年に発売したアンネナプキンである。紙ナプキンと称するが、現在は紙、樹脂、不織布など様々なものを用いる。戦前はダッシュ面が用いられ、戦後に紙製品が普及した。やがて、面、パルプなどの吸収体と薄いビニール製防水紙を重ねて紙で包んだ簡素なものが開発されたものの、 小圧に固定する粘着テープの面積も小さく固定力が弱いため活発な行動には不向きな状態であった。1980年代半ばから排出物の吸収には高級水性高分子を用い肌に接する部分に工夫を凝らした素材が使われ始める。標則表面は不織布もしくはメッシュ状の樹脂シートが用いられ中央に 綿のような肌触りの極部に当てがう部分がある。裏は防水のためのビニールシートに粘着テープがついており、ショーツに接着して固定できる。長方形の側面に、羽根と呼ばれる部分がついている製品もある。これはショーツに装着した際に、羽根の部分を、ショーツのクロッチ部分外側に折り曲げることでしっかり、ショーツに固定することを目的としている。 羽根付きと羽根なしには、ずれにくさや、使用感の違いがある。メーカー製の使い捨てのものはコンパクトに折りたたまれていて、個層に包まれている。個層を取り外すと粘着テープを保護しているシートごと、取れる仕組みになっている。色は主に白色で、ビニールの部分に薄いピンクやブルー、グリーン、パープルといった色が使用されていることもある。 また月景時は濃い色の服装や下着を着用することが多いことから羽や裏側部分を黒色にした製品も発売されている。紙ナプキンの製品では装着した際の前後の長短の具合、羽なしと羽付き、サイドギャザーの有無主に昼用の薄型、主に夜用の厚型などに分類される。最近の製品では、 従来のナプキンの形状よりもよりフィット感を増した形状のもの、吸収力や吸収速度を大幅に高めて、肩月経患者の使用にも対応したもの、外陰部にピースを挟んで使用主体に装着するタイプなどの多様な種類がある。用途、体型、TPO によって各自使い分けるとより効果的である。なお整理処理用品としての紙ナプキンは尿。を、 吸収するには不向きであり、アンモニア等に対する消臭効果が期待できないため、尿漏れ対策の場合は吸収剤の蘇生を尿に適したものにした尿吸収パッドを使うことが望ましい。紙ナプキンは外陰部に密着させて使用するため特に処刑が近くなった時や、処刑以降の月経に備えて着用する、処刑前後の女子では薄型であっても、 違和感を覚える場合があるが、タンポンなどの他の整理処理用品に比べショーツに貼り付けるだけで装着ができ、使用が簡単であることから日本では最も使用されている整理処理用品である。主にタンポンを使用する女性であっても、月経の始まり頃や終わり頃など経血が少ない時期、また、経血の多い時期にタンポン使用時に吸収しきれない経血が紐を伝って、 下着に漏れ出る場合への対策として、ナプキンを併用するものも多く見られる。上記したように使用方法や装着は簡単である。一方、装着が不完全であると容易にナプキンがずれたり、よれたりして、本来の能力を活かせず軽血が漏れ出しショーツや衣類を汚してしまう場合もある。特に月経の処置に慣れていない処刑を迎えた直後の女子に多く見られる。 日本の紙ナプキンの品質はとても高く、日本人が外国に行ってやむを得ず購入したナプキンの装着具合に驚くことが多々ある。欧米ではタンポンの方が主流である。ノンポリマーナプキンシナプキンの一種であるが、吸収体に高分子ではなく綿、パルプなどといった素材を用いたものであり、前述した通り、かつてはこのタイプが主流であった。 しかし、吸収体と防水シートを重ねて、表面シートで包んだだけという簡素な構造であるため、実用上の吸収量確保のために吸収体の溶石を大きく取る必要があり、結果として、分厚く作らなければならず、装着する女性は動きづらさや、もこもことした違和感を覚えることになる。また、高分子吸収体を用いたものに比べ吸収力や、 保持力が劣るため、表面シートの湿った不快な状態が常に付きまとうとともに、活発な行動や着座姿勢で外部から加わった圧力による軽血の逆戻りが発生しやすく、女性の行動にも制限が課せられる結果となってしまう。そのため市場から駆逐され、現在ではメーカー、販路ともに限られている。しかし、高分子を用いたナプキンよりは、比較的群れ。 かぶれが抑えられる、あるいは化学物質を忌避するといった理由であえてこちらを選ぶものもいる。中には吸収体に水溶性パルプを用い、使用後水洗トイレに流して処分できる製品もある。紙ナプキン入手はドラッグストアなどで安価で容易に購入することができる。店頭で売られているのは主にメーカー製の使い捨てのナプキンで、 布製はインターネットでの通信販売もしくは扱っていることを公表している店舗で探すのが望ましい。必用時の扱いは特に処刑を迎えて間もない女子は整理周期が一定でないことが少なくないため適当な数量を常に携帯することが習慣となっている。ポケットがついた整理用ショーツもある。使用後の紙ナプキンは通常のゴミだが 区別して処理されるケースが多い。ナプキンは不透水シートや吸水性ポリマーが中にある、関係上、トイレに流すと容易に詰まってしまう。また衛生上の理由や、エチケットマナーの点からも、使用済みの紙ナプキンを、トイレのゴミ箱や、サニタリーボックスに雑然と捨てることは褒められた、行為ではなく、 汚れている方を内側にして丸め、新しく使用するナプキンの包装ラップに包んでから、トイレ個室に、備え付けのサニタリーボックスに捨てるべきとされている。トイレットペーパーに包んで、捨てるのは、サニタリーボックスの容量を無駄に消費するので、小包装ラップがない時に限るべきである。一般の紙ナプキンはトイレに流すべきではなく、トイレに流せるタイプの紙ナプキンであっても、 説明書きの通り、防水槽を破るなど、流す時の下準備は必ず実施すること。家庭ではトイレにサニタリーボックスを設置するか、不透明の袋を用いることもある。用途整理用ナプキンの名の通り、主に月経時に用いられ、整理用ショーツと併用されることもある。また、産後約1月続く出血や、合患による出血にも用いられる。他に、 少量の尿漏れ対策や折物等を防止する際に使用することもある。しかし、折物の場合は通気性確保などの観点から専用の折物シートを使用する方が望ましい。尿漏れ対策には尿吸収パッドが用いられる。月経は数日から一週間ほど続くが、ナプキンは軽血量やナプキンの大きさにより、 1>, 1時間から10時間程度で吸収量に限界が来るため時間を見計らって適度なタイミングで取り替える。軽血量が少ない時による用の大きなナプキンを使用する場合などは吸収量とナプキンの状態に問題がない場合もあるが長時間の使用は衛生面に悪影響をもたらすこともあり適度なナプキン交換は必要である。ナプキンは 大きさや素材が様々であるので、軽血量や交換できる頻度なども考慮の上で使用するのが望ましい。長時間交換できないことが予測される場合には、昼間でも夜用の大型のナプキンを使用する女性も多くいる。ナプキンは外陰部という皮膚が薄く、デリケートな部分に装着するため、また防水性の素材を使用しているため、装着時には蒸れやすくなり、 かぶれや、かゆみなどのトラブルを起こす場合もある。現在は、そのようなトラブルを回避するための製品も発売されているので、使用を考慮すると良い。布ナプキン布ナプキンは、基本は、大きめの布を折って使用する。使用後は持ち帰り、洗濯をして、再度利用する。洗濯では、重曹等アルカリ性洗剤を使用する。現在は、 防水シートが使用されたものや、織物用など多種、多様なサイズ、メーカーがありデザインも豊富である。紙ナプキン、ノンポリマーナプキン、ルナテックス、坂安子。アンネナプキンの生みの親発売は1961年11月11日。使い捨てナプキンのアンネと月経体のパンネットが、アンネ株式会社から同時に売り出された。ありがとうございます。